せーの、レ愛し。愛こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と。吉礼の先生。さらに不安なので、石坂さんにも助けてもらいながら、お届けします。最後までお付き合いください。はい、はい、えっ、ー、と、今週が35回目の。はい、一応放送ですね。<ー>は,いはい、はい、ですね。はい、で、えっ、ー、と。え、うん、ちょ待って。 今日はちょっとコーナー少し面白い設定にしてきてるんでオープニングはあんまりぺちゃくちゃ喋らんこうかなみたいなね、はいまあ、そういうスタンスでいきたいと思います、はい、コーナーのシチュエーションはばっちりですけどね、はい、もうちょっと答えは <laughs> 答えはだめですけど、ね、何も考えてないですからね <laughs> まあちょっとそれについてちょっと最後語ろうかなっていうのでね。そうですねはい、うん ねえ,まあえっと来週ですね、はい、えっと我々恋愛節が一応、はい、スペシャル企画で。4月の4日。はい、はい 土曜日時からですねそれでまあ準レギュラーメンバーのハ春さんとキャンさんお呼びして5名でまた茶番しようぜみたいな茶番かいまた恋愛話じゃないわけ茶番しようぜみたいな恋愛節はんか何でか知らんけど恋愛じゃないよね不思議とね何だろうなまあいいんですけどその中でですねちょっと重大なお知らせ等もありますのでちょっとこの回だけは恋愛節聞いてる人たちにはぜひ聞いてもらいたいなみたいなね そういう会にしていきたいと思います久しぶりじゃない純レギュラーの小春ちゃんキャンさんとそうだねクリスマススペシャルあ、そうだね最後そうかあれが最後なんでそうですね楽しみですねはい楽しみにしていてくださいお願いしますはいじゃ番組の紹介いきましょうねはい。えっとこの番組は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください ただし、ネタがなくなり次第、ツイキャスを取り入れて、メッセージは拾いません。あれ、これやるんですね。<laughs> ああバトンだよ、バトン。<laughs> 時間がなくても、これをやる。<笑><笑> <laughs> 今、忘れて、あの、マイクいじってました。<laughs> <笑><笑><笑>じゃ、あ今日はなしだ。<laughs> <laughs> はい、<laughs> はい、行きましたね。はい、えっと、番組の内容としては、はい、リスナー参加型となっており。はい、恋がしたくなるコーナーをメインとし、皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。 そしていつかたくさんのメールが届きすぎてどれを読むか迷う番組を夢見ています。これは今だに見てます。はい、はい。なので、<laughs> <laughs> 皆さんからはたくさんのメッセージをお持ちしております。はい、メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドットコムまで送ってください。はい。それでは C.M. でーす。はい、ギノワンヒルズ通り、救命デ語通りにはいろんなお店が ショッピング、カフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね軽自動車の時代長浜モーター鈴木の新型ソリーオー ギノワ中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター続いては民インコーナー恋の妄想イエーイ <laughs> もうん、至って普通だな。ださっき失礼したから、一応至って普通だな。<laughs> はい、えー、っと、このコーナー、ちょっと、はい、モチベーション下がるけど。<laughs> モチベーション下がるの。<laughs> イエーイって盛り上げてるのに。なんか気持ちが入ってないんだよね。<laughs> はい、いきましょうね。はい、はい、ええー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題とし。我々二人がお題に対して答えていきます。 その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります嘘でーす <laughs>、はい、嘘みたいでーす <laughs> <laughs> このコーナーしかちゃんとやってないからね <laughs> そうでしたね <laughs> あと全部適当に喋ってるからね <laughs> <laughs> はいじゃあ月間月間プチコーナーいきましょうねはい、はい、えっと春なので、えー、デートの誘い文句とはで まあ今月はお届けしているんですけどちららかきます今日はちょっと淡々とした流れでコーナーまでは運びたいんですけど店長的にはね時間使うなとはいはいもう楽しく楽しくでいきましょうはいたまにはあじゃあ先生からいきますかはいお願いしますはい待ってますよ緊張してのが詰まりました大丈夫ですかじゃ 春なんで、花見に行きませんかで。うん <laughs> あ, <laughs> あ,ありふれてるし、何も考えてないな、やっぱりな。はい <laughs>、わかりました。もうこれは細くいらないです。大丈夫です。<laughs> 大丈夫です。<ー>細くないんで。ありがとうございます <laughs>。えっと、店長が一応考えたのは、今とっさに思いついたんですけど。はいはい まあ、あなたの好きな場所を教えてくださいって言って、まあ、好きなところですね、教えてくださいって言って。で、例えば、じゃ、あ海が見えるなんとかっていうカフェって言ったら、じゃ、あ今からそこに行こうみたいなね。はい。結構あれだね、ナチュラルだね。だろ。いいだろはい、でも、なんかこんなの深掘りしてる。わかんない。から前回もそんなような感じで。引っ張ろうとするんだぞ。ああ、いいえ、いいえ、大丈夫。また無駄話しようかな。だめだよ。もう時間で集まってるからね。はい、えっと、駆け足なんですけど、コーナー第二章。 はい、妄想誘惑と分かれへんですね、はい、でちょっと今週はちょっと面白いシチュエーションを店長なりに、はい、えと先週からちょっとこのシチュエーションを考えてたんですけど、うん、先週考える時間がなかったんで、はい、来週に回そうと思って来週の方が、ま、考える時間がなかったっていう <laughs> 変な感じなんですけど一応 <laughs> ち,ちょっと考えたあるんで、はい、まあ ちょっと皆ささん聞いいてくださいねシステーシーョンをはいえっと今週のお題なんですけどこのタイミングで爆弾発言ですねさっき噛まなかったここで噛むかびっくりだなこのタイミングで爆弾発言ですはい、えー、シチュエーション読んでいきますどうにかあけみさんをランチに誘い,誘い出すことができました、うん、気まずい雰囲気の中無言で食事をしているとあけみさんの方から明るい感じで話しかけてくれましたごめんね今はそれ以上は言えない その後ねえ楽しい話してと言われ元の明るい2人に戻って楽しいランチの時間を過ごしましたランチを済ませ帰ろうとする明美さんに僕は言いました「今日の夜僕のために時間作ってくれませんか?」「どう考えても明美さんに会えなくなることが嫌です僕と真剣に向き合って話してもらえませんか?」そう言うと明美さんは私も同じことを考えていた「じゃあ19時に前の場所で待ってるね」 ととと言われたた僕はあけみさんと会うことになりましたその夜、明美さんと楽しい食事をしていると突然明美さんから「実は婚約者が決まっています。だからこれ以上会って好きになるとお互い傷つくから今日で会うのは最後にしたい」ではあなたは突然の爆弾発言にどんな言葉を選んで明美さんをつなぎ止めますかそれとも爆弾発言を飲んで引き下がるふりをしますかムツゴロさん どうするか長文で答えてくださいよお願いします。今日も応用ショーって言っていいの？<笑><笑>ダ,メ <laughs> ダメダメダメこんな面白いステーション持ってきたらダメだ絶対。<laughs> なんですね。で、えっと、はい、まあここでまああのー、我々が答えてほしい内容なんですけど、うん、まあ究極の選択じゃないですか。うんうん、まあ二択だと思うんですよ。うん、実際まあ何かしらの口実をつけてまあ諦めませんよっていうのを。食い下がるか。床まあ。うん 食い下がるかどちらかだと思うんですけど、うん、まあそれに伴うね、うんあのー、理由っていうのをちょっと明確にして、うん、まあ今回回答を答えてもらいたいなっていうのが今回の趣旨なんですけど。はい、はい どんなですかどう、もう店長の方から行きます?。先生から行きます?。あ、いきます?。あ、一応考えてるんでしたら、<laughs> はい、あのー、よしよしよしとか、ダメよ。あんなくだらないので、あのー、恐れて行こうかなと思って。だめ<メ>よ。<laughs> 絶対ダメですそれは。ちょっと、本当に、この場だったら、とっさに言いそうな言葉で。うん。うん、まあ、もう、なんかね、一応、こういうね、男女の、この、なんていうかな、会話っていうか、そういうシチュエーションって。もともと、はい、はとっさに来る。 ものだからね。まあ不意に来るもんだはずだからね。まあ番組上ね皆さんに参考になればっていう意味で我々が毎週二日三日ぐらいかかって一応考えてるんですけど。本来は一応ね突に来るもんだからね。突然に。一時間でしょ考えてるのは。二日三日考えてる。あそうでしたね。はい今嘘言いましたすいません。えっとじゃ行きましょうか。なんで。えっとねえっと。 我々ヒロイン石坂さんにちょっと言ってもらう、うん、まあ無理やりで申し訳ないんですけど、はい、言ってもらうセリフがありまして「はい、で今日で会うのを最後にしたい」を発信していただいてで我々の方がゲスな回答をするっていうね, <laughs> うね、はい、いつもの流れでいきたいんですが <laughs> よろしいですか <laughs> こいつ彼女いて他の女の人にこんなに真剣に答えてるからな <laughs>。<laughs> <laughs> いいんじゃない <laughs> ゲス曜日は2章で2章だよ2章3章でまた綺麗な恋愛に戻すつもりですよあの作家はねはいじゃあきましょうかえっと石坂さんじゃあお願いしてもよろしいですかはいお願いします今日で会うのを最後にしたい無理です明美さんの状況は分かったけど今の僕は明美さんと会わなくなることは受け入れきれないから無理です以上です シンプルでかんでたねかんでたねかんでたねはいで法則ありましたらボンボンしゃべっていいですよさっきも言ったけどこういうこの状況って多分不意に訪れてるさそうだね多分主人公はランチに誘って夜もじゃあ飲みに行こうよって言われてるから多分ウキウキだよねウキウキでこんな爆弾発言されてるから多分とっさに出る言葉って多分この状況は理解できてるけどそれに対してなんていうのかな なんなんていうのかなスマートな回答って多分できないのかなってその状況だったら、うん、まあそれが本当にシンプルな気持ちなのかなっていう意味でそう言いました。 わかりまししたたどうなんかそういうシンプルな感じになるんだろうなってちょっと俺も思ってまあまあそうですよね <laughs> でもちょっと店長は少し工夫したのを自分なりに考えてみました<ー>はい、はい、じゃあそれではいってみましょうかはい、はい、じゃあ石坂さんお願いします今日で会うのを最後にしたいうーんそれはとりあえず受け入れますでも 結婚するのがもし今すぐじゃなければもうちょっと自分にチャンスを与えてくれませんかですね。<あ>なんかもうちょっとよ<ー>一個捨て込うと思ったんだけど<ー>とっさに思った言葉でよ<ー>ちょっと思い浮かばなかったまあでもなんかね<ー>その後に言いたい言葉っていうのはんだろう確信ついたあなたをうん 奪い去りに来ますとかそういった確信ついた言葉は言わない、うん、今はあなたを奪おうとはしないですよで、うん、でもこの奪おうとはしないですよっていう言葉を投げかけた裏側には本当はあなたをどっかでなんかね、うん、チャンスがあれば。つな 連れ去りたたいみこの奪いに行きますっていうのをちょっと飲み込みながらんかそうそうそうそれを最後ちょっと付け加えたかったんだけどとっさで頭が真っ白になってからんかちょっと自己満足してた部分があったんだろうねはいえっとじゃあ一番そんな感じなんですけどやっぱねえっととりあえずジャッジしてもらってからのお話にしましょうかこのシチュエーションについてねいろいろと語れそうだなこの目線で見るとっては思うんですがどんなですか石坂さんジャッジの方は 一応結構タイプ分かれてますよね。これちなみにどういう目線あな何目線？えっとですね、あきみさん目線で、はい、逆にもう、うん、えっとあきみさんも合わないって決めた状態で、うん、投げかけてるんだよね。うん、でもでどっかでなんか合わないって言ったのに対して、うん、じゃあわかりましたって引き下がった で欲しくないあけみさん心での目線をジャッジしてほしいんだよねその上でどっちの方がグラッとくるかそそそそう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 。本当はここそう言ったから<ー>じゃあ素直に諦めますっていう言葉は、うん、あけみさん自身も望んでない、うん、状態の中で我々が答えた回答は結構心情も細かいっすねどうなのうじ,ゃな <laughs> じゃないと思ってこないでしょじゃないと思ってないからねあ,あ,あけみさんはもうスパッとこれでもう合わないっていう気持ちでもないんだどっかで引き止めて 欲しいいいっていうのもりなながらみた本当は引き止めてほしいんだけど、うん、でも今の自分の現状っていうのは結局婚約者がいるまあ状況的には、うん、この人と一緒にならないといけない、うん、でもまあねその主人公と会ってる時間の方が婚約者よりか楽しいっていうねだからなんかやっぱどっかでちょっと奪い去ってほしいな っていうのも、少し心のどっかにあるのを、俺らの言葉をかけて。それがね、なんていうかな、あの、表に出てくるような感じ。グッと掴むような。気持ちがね、今はね、気持ちを抑えつけてるからね。その目線で、ちょっと選んでいただいて。はいはい、えっと、じゃ、ドラムロール、お願いしてよろしいですか。はい、お願いします。ドラムロール鳴らします。 これは先生先生ああそうなんですか先生なんですね微妙なラインだ俺のはちょっとずるさがあるからもしかしたらこっち選んでくれるかなって若干思ったんですよちょっとずるさを入れたんですねあえてそれもあったんですけどまあどちらかというとこのやっぱり何ですか奪い去ってほしいんけみさんはいはい 迷ってる状態っていうかそんな時にあのガツンと嫌ですみたいな感じで言われたらやっぱなんかグッとくるのかなってなんか一回店長のやつは一回まあ受け入れますみたいなそうなんですよこれ明美さんが悩んでる状態だったらってことですよねリスペクト組なんで女性に対してはだから一旦は受け入れるって あんんまりなんていうんですかそういう状況だからこそ相手を配慮するから上になんか否定はしたくないから一旦は相手が言ったのを受け入れるけど受け入れた中の設定でどう工夫してどのように終えるかなって。 っていうのを自分目線でなんかあのアレンジした言葉、ね、<laughs> そこまではなかなか伝わりにくいんじゃない難しいはず、ね、これを言葉にして伝えるのがなかなか難しい難しいよねなんか俺は逆にあのこののなんていうのか頃、まあ、とっさのことでもあるし、うん、多分主人公の気持ちになったら今多分ここでちゃ,ちゃんとなんていうのかな自分の気持ちなり今それは合う合わないでおこうっていうのに対して嫌だっていうの気持ち伝えないと、うん、もう本当にここから 会えなくななくるっっててていいうう焦りも込めてっていうのかな、うん、でも逆を言えばよ、うん、反対にこのまあ今日で会うのを最後にしたいっていうセリフを投げかけられてるさね、うん、でそれで嫌ですとかなんか強引になんだろうこの関係を切らないでくださいってすがってしまったら逆に相手がそれにびっくりしてあもう,もう本当にもう会いたくないって言われるのも怖いんですね、うん。うんはい <laughs> だからそういうい意味でも,一旦も受け入れる受け入れた中でも全くチャンスを断ち切るんじゃなくて、うん、わずかなチャンスはこっちにも許してよっていう、うん、その中でそのチャンスを伺いながら本当にうう場面を狙っていいこうみたいな、ねうん、なんか大人の恋愛だったら今のあれですね店長の方が多分グッとくるのかなっていう。うん この店長のその言い分もすごい分かってだからそこかなって思うのもあるんですけどなんかそこまでの心情を読み取ることは多分難しいですよね。らしても後でこうやってよくよく考えていったりしたらうたたのかななみいやっぱり受け入れてもらえるのも嬉しいではあるじゃないですか私はこう思ってるって言って受け入れてくれるのも嬉しいんですけど。 <laughs> そうですねタイプが本当にあれですね一、ね、回飲み込んでるのともう自分の気持ちでそのまま行ってるのとっていうでも逆にこの先生のスパって行ったのも、うんうん、その状況によっては、うん、うわっ,ってなる時も多分あると思うんですよ。<laughs> うん、とか もえないですって言って嫌ですって言われていやいやって言われてもって、もうただの押し事になりますからね。難しいですね。これがもし仮にですよ伊佐さん本気でじゃあもう今日で会うのを最後にしようって言われたときに嫌ですって言われたら女性の心情的にどうなんですか？それって嬉しいんすか？それともなんていうかな本当に逆に迷惑なのかな？これは女性は気持ちがなくなっている あ,あるけど状況的にも会えないってこと前回、うん、に気持ちがあるわけではないとしましょうね、はい、今のストーリー上の流れでは<ー>、うん、もちろんあけみさんも前のめり感はあるんですけど、うん、でもそれでも何て言うんですかね、うん、なんか本気で好きっていう度合いではないじゃないですか、うん、今のシチュエーションで見てると、うん、だからまあなんかそれぐらいの気持ち、まあ、好きな度合いで言うと100%がマックスだとしたら50%ぐらい、はい、半分ぐらいは、うん この人のことを本当に思い入れなってる。だどっかで冷静に自分のことを見れるような。そう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 。半分は自分を残しつつ、半分は相手のことを思いつつの状況で、まあ今日で本気で本気の気持ちで今日でもう最後にしようって言った後に嫌です会いたいですって言われたらどうなんですか女心って逆にどんななんですかそう言われた時少しでもでも気持ちがあるんだったらちょっとやっぱ揺れるんじゃないですかね。一応それがまあ例えば例えこの。 会っちゃもうダメって分かってたりとかうん、うん、もう本当に合わないつもりで覚悟したとしてもうん、うん、ちょっとは何か「あっ」てなりそうな気がしますけど、ね、<ー>この「あっ」ていうのは嬉しいってことですか、はい、ちょっと嬉しい嬉しいっていうちょっとドキッとするような、はい、う,んうん嬉しい意味の「ドキッと」とかうんそこなん嫌いとか相当もう覚悟とか決めてないと。うん うざうざとかはならないけどね。で状況次だよね。だからねどうなんだろうなっていうね。こうやって例えばまあ振り向いてほしくてそうやって言う女性ももしかしたらいるかもしれないじゃないですか。ちょっと気を引きたいがためにはい。気を引きたいがためになもちょっとじゃ例えば距離をこうとかもう別れようとかいう人がいるじゃないいるとした時にそこでなんかあじゃちょっと ちょっと考えるよみたいな。言われたらんかあってなってそんな感じそれよりはこのズバッと「アイアです」の方がんかこれドキッとするじゃないですかじゃ実際じゃあその人にその人の中に飛び込んでいこうって思います まあ、でも、その時は揺らぐぐらいじゃない。<ー>揺らぐぐらい。やっぱ、所詮ブレーキがかかる程度ですよね。一瞬は揺らいだとしても、まあ、やっぱ、結局冷静に。なる。程度ですよね。あれだよね。婚約破棄して。この人行こうって思う。そう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 。行かないですよね。でも、まあ、じゃ、そうじゃなくても、じゃ、もう、今日が最後にしたいんで、嫌ですってなった時に。うん、やっぱ、嬉しい気持ちがあるんだったら。うん、じゃ、完全に、ここで断ち切ることは、逆に、じゃ、しないのかな。 うん、あでももしそれで揺れ<う>心が揺れたとして、うん、その後の対応っていうかそうそうそう<ー>もう本当にあに揺れてももうここで終わりねでて綺麗に切れるのかそれともやっぱどっかでまだ誘って。 欲しくて、まだあってみたいって思うのかとかっていろいろあるじゃないですか。路線を分けていくと。と <laughs> <laughs> 難しいところですね。でも、簡単に。着るのは難しいんじゃないですか。たとえ、まあ、簡単に着ろうと思って。うん、じゃ、あもう嫌ですって言われても、いや、はい、合わないですみたいって言っても。 しばらくは残るんじゃないですか気持ち気持ちちょっとまあ例えばちょっと後悔とかもしかしたらやっぱあの時謝っとけばじゃないですけどじゃあちょっと考えますとか言っとけばよかったとか完全に切ったことに対して完全に切ったことに対して後悔する人とかも女の人ってそういうのってあるんですか男は多分男はっていうか店長結構多かったんですけどあ時もうちょっとつなぎ止めとけばよかったなみたいな女はいっぱいいたんですけど。 なんか女性結構さっぱりしてるイメージさっぱりしてる,っしてるっても聞きますけどね、うん、あれ私があれなのかなんかあんま振り返らない後悔しないっていう印象があって、うん、まあ男目線から見るとですねでも私の友達とかも割と、まあ、さっぱりしてる人もいますけど、はい、こうやってちょっとやっぱ残る人もいるので<ー>一概に多分さっぱりだけじゃないと思いますよそかね。はい 考えてる人はいると思いますよ。面白い、面白い。この路線で語ったら多分いくらでも面白るそういう話だよね。男女のこの格差っていうか。これをちょっとね、あのコーナーでやりたいなと思って、えっと頭出し削ってきたんですけど。まあまあ喋ってるね。はい、えっとじゃあこれ締ましょうねこれでね。この続きはまたあれだね。またどっかでそうだね。このシチュエーションちょっと本当に。 力を入れた回答をぜひ考えたいなって思ったんですよ今回次スペシャルでもあれじゃないちょっと議題にあげても面白いい、ねね、こ,これに近いような感じで、うん それをちょっと上げていきましょうかスペシャルはまあスペシャルちょっといろいろとあんまかなんか今何も考えてないんだよね重大な発表をどう発表するか緊張してるのじゃあエンディング入りますよねはいエンディングですねえっと来週なんですけど実際何も考えてないですスペシャルなのにあそうだスペシャルだねですよね石坂さんも耳のあそうだみたいな 一応スペシャルは店長の理想なんですけど23個お題を挙げてで我々番組って結構んていうかな自分ら店長と先生がわって喋って、ってその中でんかあのちょこちょこ言葉を挟んでもらえるのがいつものスタンスなんですけど今回は逆に一つ二つの議題を挙げてそれについて ツイキャスもこまめに拾いながらツイキャスリスナーとも会話していって<ー>でまあそれをちょっといろいろとなんか盛り上げていきたいなって思ってるんですねただツイキャスの反応が悪かった場合に、はい、その後何しゃべるかって言われたら、うん、ちょっと苦しいんで <laughs> ネタ考えようかなみたいなね <laughs> 大塚さんしかツイキャス入ってこないよとか <laughs> <laughs> 今回はね<う>ぜひお願いしたいなっていう部分はあります、うんはい あとまあ議題について2個3個ぐらい挙げたいんですけどもしよければ今日の放送を聞いてもらえれば何かんか恋愛で悩んでるんですみたいなのを何か一つちょっとストーリー上なものを書いてきてもらってまあいろいろ切り盛りしていいんで内容は切り盛りしながらでリスナーさんがそうそうそう話してもらえればそう。 あの店長の方にお悩みの相談で来てる部分もあるんですけどちょっとこの内容についてはま触れにくい部分もあるんでこれはちょっとまあ店長の個人的なものでちょっと対処しているんですけどなんかそういったねあのもうちょっと軽いやつだったら。 まあなんかね番組で取り上げてでこのシチュエーションじゃみんなだったらどうするっていうのをみんなで。考え言った誘ったんですけどこうだったんですけどどう思ってるんですかねとか。そそそそう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  <laughs> 断られたんですけどその後なんでか知らんけどなんかメールが頻繁に入ってくるみたいなとっちっていうね女心も難しいし逆に女から見ると男心するの難しいよね男の対応はどういう意味なのとかってなるはずなんでそういったのをねやりたいなと思いますいぐらいの時間帯ですあと10秒ですねはいじゃあ閉めてくださいはいお願いしますスペシャル聞いてねお願いしますまた来週